年末にさ、はい、友達たちと旅行というか行ってきて、行ってましたね、チューブアウトが朝から晩までやり、次の日 V アワーを出ましたね、朝から晩までやり、でそのまんま会場まで友達が車で迎え来てくれるっていうから、はい、もうそのまま会場で目あと腹部とダラダラ時間潰して、で友達がたちが車で迎えに来てくれて、だからもう時間直で行った、直行き、すごい、でもめちゃめちゃ楽しそう、すごいプラン、うん、10人乗りぐらいのバンを借りて8人で行きましょう、うん、うわ最高、最高なやつやんけ、いい旅で、しかもライブ場所で待ってる間もライブ場所にたまたま住んでる一緒に行くやつがいたから、うん、そいつとちょっと駅の方で合流して、うわバンを寒空の下、ね、大晦日のなんかさ、大晦日の街の空気って違うやん、全然違う、全然違う、休みっぽい あの中で、そいつと会うのがね、もう6年ぶりぐらいだった。うわ、でももう久しぶりとか一切ない、いやー、いいな、なんかノイタミナのアニメっぽい、そうそうそうでもともとその企画が何かっていうと、うん、2年ぐらい前の年始にみんなで山中湖に泊まり行ったんだよ、行ってたね、で塚さんも誘おうと思ってたんだよ、そう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 、俺のリア友のやつだったんだけど、一人来れなくなったから塚さん誘おうか悩んだんだけど、塚さん人見知りだからやめたんだけど、後で聞いたら、いや行ったよ普通に来たっていうのがあったのよ。でその時にたまたま旅行行く組と、うん、俺らが旅行で行くところの近くで現場仕事がある、うん、建設系の友達たちがいて、そいつらの現場に一緒に行って、そいつらが働いてるのを見学した後にそいつらは帰って俺らは泊まるっていう工程だったんだけどはい、はい、その別にそいつらも帰って報告しなきゃいけないことがあるわけじゃなかったから、泊まりゃいいじゃん、はい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 、そしたらそのうち の牛島っていう方が、うん、あじゃあそうしようって言ったら、よくちょっと話も出てくるんだけど、まやちゃんは、ま、ちゃん帰るよみたいな感じで、うん、帰っちゃったの、なぜか、はいはい、何よ帰んなきゃよかったって言ったらまやちゃんすごいやっぱ泊まればよかったってずっと思ってたらしく、あ次こそはやるぞって言ったらコロナになって、はいはいはい、なるほどね、2年間ね、2年分のフラストレーションが溜まってて、まやちゃんがもう1ヶ月以上前からちょっと年末は行くから、コースターがちょっとスケジュール早く教えてよっつって、もうバン借りたからみたいな、もう1ヶ月前ぐらいにレンタカー借りてたよ、ね、すごい休憩でやる気満々、休憩やばで待ってたのよ俺らこう、立川の街で6年ぶりに会う秋人ってやつと待ってて、その秋人ってやつもいろいろ人生あったのを聞いてたんだけど、秋人は俺がそれを知らないと思ってたから、はいはいはい、いや実は久保さんが俺もいろいろあったよってニヤニヤ言ってたから、え知ってるよこれこれこれでしょって言ったら、なんで全部続けなかったいや俺らで隠し事は無理だよみたいな、わっきゃわっきゃ盛り合ってたの、はいはい、したらバカでかいバンがなんか10人乗りのバンっていまいちピンときてなかったの、とりあえずでかい車だろうなと思ってたから、どれかなっつって、あれかなって秋人に言ったら、いやあれじゃない、まだ連絡来てないわって、あ違うかっつって、そのバカでかいバンって言われてもな、あれだって分かるぐらいキャンピングカーもう10人乗りってだって本当にでかい車あれだっつって、おじさん二人でさ、年のせいに、はいはい、わーって50メートルぐらいおじさんがもうテンション上がっちゃってでかいバンにわーって走ってったの、走ってったら俺らが着く10メートルぐらい前に、うん、バンって扉が開き出したら、中からわらわらって男たちが麻袋を持って出てきて、えその中の人、高津っていう友達が、高津が秋人のことガシッて捕まえたの、だからなるほどね、あこれで秋人を拉致って車に運ぶっていうノリをやるってなってたんだ、はい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 、って思って、うん、で待つわ俺、なんで俺そう思ったかっていうと、なんかみんなのパチンコ窓みたいなので話が進んでて、俺パチンコやんないからその窓にいないから別口で情報もらってた、うん、なるほどね、そうそう、そういうノリが進んでるんだなと思ったら、K っていう友達が麻袋を持ってってなんか困りだして、なんだろうと思ったらK がわーって言いながら、なぜか誰にも捕まってない俺に麻袋を持ってたでそしたらわーってみんながバニーに入ってったから、うん、えそういうことかなって、とりあえず俺誰にも捕まってない麻袋かぶったまんまわーってバニーに入ってどういうことどういうことそしたらKが高津違うやんつって、高坂捕まえるって言ったじゃんつって、いやごめんテンション上がりすぎて間違えちゃったこいつ組織だったら無能だからこういう
が主人公のことを間違えて捕まって物語が始まるんだなっていうのがあって、バンに入ってすぐちょっと俺はキレてて、うん、なんでキレてたかっていうと、そのアキトと待ってる時に、うん、アキトと今日楽しみだねって言ったら、いやでもね、まやちゃん来れないからねってなんか言い出して、みたいな、だって、え、アキトどういうことって言ったら、こそ聞いてないって言われて、え、何がって言ったら、ちょっとその日に、の朝にまやちゃんのおばあちゃんが亡くなっちゃって、あーなるほど、それがあったから、ちょっと今日はさすがに、そりゃ知らないよ、向こうに行けるわけじゃないけど、今日は家にいるわみたいな感じで、なるほどね、そうだったんだっつって、え、じゃあ、で、その日って夜通し温泉行ってまやちゃん家帰ってきて29、30、31とみんなで遊ぶっていう計画だったから、あー、なるほど、じゃあもう、うんうん、温泉終わった後もバラシだって言ったら、いや、温泉終わった後はみんなでまやちゃん家行く、それはやるのって、それはやるのって言ったら、いや、それはまやちゃんがやるって、ってなんだその心の機微だって意味わからない、それ意味わからない、それはと思って、俺昼、夕方ぐらいに LINE でまやちゃんに、うん、まやちゃん、今日夕飯食っといた方がいい、みんなで途中で食うんだったら食わないからどっちがいいって言ったら、まやちゃんから、まあ俺はいかんけど食っといた方がいいんじゃないっていうラインが返ってきたので、俺それ見た時に、俺はいかんけど何言ってんのこいつ意味わかんねえなと思ったんだけど、あ、そういうことだ、これないと思う、まやちゃんも俺がパチンコ窓にいると思ってたから全部知ってると思ったんだけど、そのちょっとすれ違ってだから俺アキトにそれ聞いて、ってなって、なんだよそれと思って、で、だったら要はそのまやちゃんの2年間のフラストレーションがあるからあれだったから、俺2日連続ライブで疲れてるから、俺帰るよ、その日は別に温泉は行かなくても、ね、で、30日からまやちゃん自体合流するよ、あ、言ったら、あ、なるほどね、ちょっとごめん俺今ヘトヘトだから、うん、じゃあ帰るよっつったらアキトが、いや温泉綺麗だしご飯も美味しいよすごい言ってくるからじゃあそこまで言うなよって、うん、でそれがあったからもうバーンってあのでっかいバンに入った瞬間に朝袋入る、そうそう、朝袋バンって、なんでまやちゃんいねえんだよっつって、うん、そりゃしょうがないけどさ、うん、見やかんねえよって言ったら、あの運転席で俺の方を振り向いてるまやちゃんがいて、え、いるよどういうこと、え、何が何がって言ったら、まやちゃんも何がって言われて、どういうことって聞いたら、そのアキトが知らない段階の時間帯にあのレンタカーを借りに、そのみんなでまやちゃんのとこ行った時に、あの俺らのダンスやってくれてるボートとかがもうガラガラってドア入った瞬間に、まやちゃん行くよっつって、うん、家で泣いてたって何も変わんないんだから、あ、かっこいい、ってなって、あ、それで来たんだけど、その情報を共有してないから、うん、俺はアキトに来ないよって言われてブチ切れたら本人いて、俺はアキトを嘘つき呼ばわりしてアキトは俺も本当に何も聞いてないから、アキトいるじゃん、久々にみんな会ったのに空気悪くなっちゃう。で、とりあえずバーってスタートしたのよ、あのその旅 旅がね、で、うん、楽しみだなって、うん、で、どこに行くのっつったら、ほったらかし温泉っていう、ほったらかしてる、山梨にあるある、いいとこあるんだよね、日の出を見ながら温泉が見れる、最強じゃんっていうところがある、絶景なんだよね、そこに行きますみたいな、バーみたいな、めっちゃいい、で、その前にそのほったらかし温泉の近くの山から、その山梨の夜景が見えるんだけど、それが日本三大夜景みたいな、あ、そうなんだ、だそれも見ますみたいな、うわ最高、ただ問題がありますって言われて、現在時刻22時です、ここからほったらかし温泉まで1時間半で着きます、温泉が開くの4時半ですめっちゃ時間開くよ、大問題が、駐車場が開くの4時半ですが温泉自体は6時です8時間、8時間空き、極寒の山の中でどうすんのってみんなに話した結果、ちょっとでも時間を稼ごうって言って、うん、山梨までの全部のサービスエリアによるこれで行こうってもっとあるだろう、そしたら何でもないかもしれんってそんなで、とりあえず1個目のサービスエリア寄って、1個目のサービスエリアだから、あ、コンビニあったから、はい、じゃあちょっといろいろ買おうっつって、はいはいはい、お菓子を入れて、でこれ買えろ役立つんじゃないっつって、とりあえず買える60個ぐらい買ってなんでそんなにいるんだよいらねえだろでみんなで車に戻って、じゃあ次行きます、次のインターチェンジは何分ですか次は7分後でーすなんだその旅たった7分進むで、途中だ、なんだっけな、結構広めのインターチェンジでが見つかったから、うん、で、まだフードコートもやってたのよ、ちょっとフードコートとかでちょっとお茶をしたりしながら待ってる
時に、まあさすがにやっぱり何も時間稼げないなって、街のプレゼン映像流れてるコーナーじゃん、あのサービスエリアとかで、 あの映像を2週ぐらいみんなで見る2週ぐらい紅葉の綺麗な場所に不毛でもそこで細かく細かく時間を稼いでって、で1時ぐらいかなに近くに着いて、とりあえず夜景見に行きました。それでも1時着いたね。夜道をバーって行ってバーンって止めたら、もう本当に140度ぐらいうわー夜景開けてがほぼパノラマだね。でしかも星も、星がこんなに綺麗なのにこんなに夜景も見れるみたいな。はい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 、はい、もう冬にえんこそのままそのままおろせてるぐらいで、しかも K が13にしたばっかで iPhone を、わあ最高じゃん、シャ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 って撮り放題だ。したらアキトが、いやいい景色だなっつってね、コサが来てよかったでしょっつっていや来てよかったよ、アキトはこれを見せたかったんだよねっつって、うん、デートでここに連れてきて、でこの後一緒に温泉に入って、でその後プロポーズしたんだ。おお、めっちゃいい話やんけ。いい話。俺の頭の中で、まあ、その後こいつは離婚したんやけどな。してんの？そうなんだ。キートン山田の声で俺の中で聞いた。秋田さん、甲骨と野球を眺めてた。いろいろあったってそういうことなの。こいつどういう感情で見てんだろう。なるほど。と思ってたら、うん、俺の方にやって、高坂も女の子連れてきたら気をつけてね。離婚することになるから、あ自分でも分かってんだそのまんま、はいはい、あの温泉行こうとしたんだけど、まあ、そこから3時間ぐらい時間潰さなきゃいけないから、うん、どうするかってなって、うん、頂上の近くの駐車場のところに止めて、うん、で昔リンカーンでやった朝までそれ正解って、ああね、あのやってたやつ、なんか女の子の部屋にあるものといえば頭文字ブで、みんなでブラジャー出したり、うん、これであのほうほうほう、浜ちゃんがブーメランっていう天才的なやばそういうみんなとの共感を狙ったり、自分だけちょっと、ね、おー思いつかんかったみたいな狙ったりみたいな、なるほどね、ちょっとそういうのをやろうってなった時に、ちょっと頭文字めんどくさいから、うん、ちょっとそれ抜きでとりあえずなんか炎タイプといえば、はいはいはい、いやエースでしょ、人影でしょみたいな、うん、それで盛り上がってたんだけど、30分ぐらいやったところかな、あの誰かがお題で、じゃあ1500%で誰と付き合うか、うわーやばーって言った瞬間、うん、そっから45分怒鳴り合いの喧嘩いやもうこの年でそれできるすごいすごいけど45分間12月30日山梨の山の中で分かってねえのおめえもう宗教戦争だ、ね、宗教戦争、宗教の戦争だそれもで、それでなんとか時間まで潰して、うん、で4時半に駐車場行って、うん、4時半に駐車場入れて、そっからさらに温泉開くまで並んで、温泉並んでいざ入ったのよ、うん、そしたらもうまだ日の出が出る前の山あいに白い線、うん、白いのがあるやつね、おーやばー、山でまだ夜景もあんの、ギリ夜景の明かりがちょっとずつ消え始めて、ちょっと登ってくるぞみたいな、で、いい山のこのくぼみを指差しながら、どのくぼみから出てくるかも、うん、当てたやつが、じゃあ帰りご飯をかわいいな俺と高津はあのサウナ好きで、はい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 、で、その温泉もサウナついてなかったんだけど、うん、あの内風呂がすごい暑かったから、内風呂でめっちゃ温まって水シャワー浴びて、ちょっとそう12月30日の山の空気に外気浴に出るって、最高だ、めっちゃ気持ちいいっつってで高津が、あベンチあるよって言うから、高津がベンチの方に行って、あじゃあ俺もちょっと遅れていこうと思ったら、高津がすごい腹を抱えながら、うん、高津が高津がってるからえ何何っつって、高津の横をパッて見たら、あのベンチはもう完全に乾乾な状態だったんですよ、はいはいはい、そこに誰かが座ったんでしょうね、温泉上がりに、うん、あのこのここの魚卓みたいな、あいやいやいや、誰かが座ってた魚卓みたいなのがぴったり取れてたんだけど、うん、ぴったりあコースそこまでお尻じゃなくてここもでしかもだと本体結構極の方が、それつくのなかなかでかいよ、年の瀬に膝からバーンってやったからここすりむいて , 笑ってね何やってんのなんでこんなもん見れるで、そのまんまあの日の出の温泉バーって見て、最高やな、まあちょっと湯煙の中みたいな、うん、でその後温泉上がったら、あのご飯、朝ご飯販売してんだよ、その朝ご飯っていうのが米にキノコ
大葉の味噌汁、うわ、生卵、うわ、うわそれだけっていう、でうわ最高、最高だね、朝ごはんこれこれじゃないっすかっつって、ハキトが言ってたのこれかっつって、うん、でみんなで買って、もう染み渡る、いやもうね疲れた体にね、でズルズルっとね生卵かけご飯を、うめえうめえって食ってたら、まやちゃんの方からで、なんかちょっと生卵をすする音、ちょっと大きめの音が聞こえたの、うん、なんだってパッて見たら、まやちゃんがもうボロボロ泣いてて、でって言うところ、まやちゃんどうしたんって言ったら、いやおばあちゃんがって言って、うん、おばあちゃんと、うん、卵かけご飯とか、なんか思い出が、うわぁ、知らなかったのよ卵かけご飯っていうのは、うん、どういう巡り合わせだよと思って、ちょっとみんな一瞬でちょっとしんみりして、うん、おばあちゃんがいきなり降りてきていやって言うから、あ、まあちゃん何その卵かけご飯の思い出とかあんだって言ったら、うん、一切ない。なんでなんでそんな泣いてんだよ、じゃあ。じゃあなんで泣いてんのって言ったら、わかんない。わかんないけど。なんか泣けてきたんだ、でも。なんだけど、急におばあちゃんのこと思い出して泣けてきたんです。卵かけご飯の思い出はないです。で、あの、みんなで集合写真撮ったり、他のお客さんに、あの、すいません、写真ですかって言われて、あ、撮りますよ、つって、あの、インカメにして、俺の自撮り撮って渡したりとか、遊びを交えて、しょうもない。しょうもないやつを交えつつ、じゃあ帰りましょうってなった時に、もう2日間の疲れと、しかも俺前日が全然寝れなかったよ、2時間ぐらいしか寝れなくて、でその温泉のリフレッシュで、もうじゃあ東京に出発出発、もう落ちた、落ちちゃった、出発高坂高坂ついてやって、俺ああもうついたっつって、いやもう完全落ちたわっつって、ほら早く出て出てっつって、ああごめんごめんっつって、であのまえちゃん家に帰るって言われて、まえちゃん家の真隣のレンタカー屋、ああまえちゃん家によく遊び行ってるから知ってる光景なわけよ、うん、だからガラガラって開けたら目の前にはがあるわけよ、あでガラガラって開けて、あー東京ーってパッて目開けたら、目の前に山中湖があってえどういうことなんだっつって、でパッて時計見たら3時間は経ってんの、うん、3時間は経ってるのに、なぜ山中湖に行ってパッて振り向いたら、みんながあのね途中のインターとかでも全然起こしても起きないから、これ何しても起きないんじゃないかと思ったから、いきなり目覚まして連れてこられてびっくりするとこどこだろうと思って引き返してきましたなんでだよでその俺の寝てる3時間の間にもうちょっと時間稼ぎたいってなったから、もうちょっとあの、うん、タイムワープ感を俺に演出したくて、だからみんなであの途中のなんかアトラクションとかですごい長い滑り台滑ってる映像とかを見せられて、どう楽しそうでしょっつって、いや起こしてよまあそりゃそうだ、そりゃそうだ、なんかあのターザンみたいなですね、あーってやつをみんなでやってる映像だけ見せられて、いや混ぜてよっていう年始を、いや最高じゃないですか、過ごした、随分疲れてたからね、ヘッドヘッドすごい、目覚めたら、うん、ここから膝ぐらいまで土台が相当疲れてた、疲れてたんだよあのそれさ起きてちょっとカピカピだなとかじゃん、全然びちゃびちゃだずっと垂れ流れずっと流れてたんだやべえな、すごいいいね、最高ですね、過ごしましたね、それだいぶリフレッシュもできたし、いやだいぶリフレッシュされたし、うん、思い出もね、司とね、うん、あの去年オフで3日しか遊んでないんですよ、そう3日、みあの3日1年のうち1年のうち100日に1回、100日後に遊ぶし、遊ぶ100日後に遊ぶ動画ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録してくれないと血を吸うぞ。